特別にかなりこだわったですね庁舎を作らせていただきました。実行継承はまだ避けられない状況にはありますけれども、かといって未来を諦めたわけではありませんし、こういう一つの出発点、セカンドフロンティアですね、そういう形で進んでいこうというふうにしておりますので、皆さんのお力もですね、またますますいただきながらですね、魅力あるまちづくりを皆さんと共に進めていきたいというふうに思いますので、ご協力のほどよろしくお願いいたしたいと思います。あなた輝く街テレビ、ロートテレビ。